マリサー。マリサー。どうしたんだぜ。これ見てよー。なんというかさ、やっと来たねって感じなんだけど遅すぎない。まあ、わからなくもないが実は問題もある感じだな。え、どういうこと？というわけで早速解説していくんだぜ。さて、つい最近国会でついに新型コロナの罰則が導入されることが決まったわけなんだぜ。ちなみに各党での賛成多数で可決され13日から施行されるんだぜ。たまには国会でもいい法案通すんだね。一応こまごまとしたものは、いろいろ知られないだけで通されてたりするんだけどな。でもこの新しいコロナの法律ってどんなやつなの？まず、方針としてはまん延防止に重点を置いて、営業時間短縮の命令や入院措置に応じない場合などに、行政罰などの罰則が出る感じだな。なんというかさ、逆にコロナが蔓延して、もう一年なのになんで今更こんなのが出るんだろうね。いくらでも機会はあったのに、本当に遅すぎるよ。もっと早くしてくれてもいいと思ってたよ。まあまあ。それで、どのぐらいの罰則があるの？基本的に今回の罰則については行政罰だな。あの、行政罰って何ですか？基本的に懲役などにはならずに罰金などになるやつだな。懲役にはならないの？まあ、基本的って感じだからな。悪質なものなどに対しては柔軟に対処していくつもりらしいんだぜ。そう言われたらまあ。まあ、気持ちはわかるがこの罰則に反対する人たちもいるんだぜ。え？なんで？実はこの法律って結構線引きが難しいんだ。え？どういうこと？例えば今起きてる問題の一部として、営業時短要請を受けて変更してるにもかかわらず、客がそのまま居座ってた場合などに店が悪いのか、とか、今まで罰則などない状態で保健所や各病院など、様々な公的機関が症状や感染者数のルートや人数の調査など、してきたわけなんだが、それらに対して強制力が出てきてしまうと、罰則が導入されることで罰則逃れをしようとする人が出たり、保健所なんかが動きづらくなる可能性があるんだぜ。そう言われると確かに。まあ、もちろん罰則はある程度抑止力にはなるとは思うが、感染者への差別なんかも現状それなりにあったりして、そんな中での罰則は差別を助長したり、そもそも保健所の聞き取りなどに。いや、自分全然健康ですよ。え、味覚、やだなぁ。毎日七味唐辛子かけご飯食べてますんで。いや、めっちゃ味してないやん。味覚死んでるんですけども。とまぁ、そんな感じで罰則導入に対する懸念もあるんだぜ。ぐぬぬ。ちなみにお国柄だとは思うが世界中を見ると日本はかなり緩くて、普通に海外だと逮捕されてたり取り押さえられてたりします。まあ、ロシアとか日本みたいに、自主性に任せましょうとか絶対言わなさそうだよね。なん、言うことを聞かない奴がいる。よし、シベリアを送りだ。さて、ここまで話しておいてなんだが、現状では罰則を設けるが本当に悪質なものにしか適用せず、あくまでも伝家の宝刀として、国としては罰則を適用するかは慎重姿勢なんだぜ。あ、そうなんだ。なんというかさすが日本って感じだね。問題が起きたらめっちゃ叩かれるからな。森さんとか、タイムリーすぎんだろ。でもまあ、この罰則ができたことでヤバい奴らへの抑制効果にはなるだろうな。例えば、まあ、みんなの記憶にあることだと、まだ新型コロナが広まった時期に起きた俺はコロナだ。とか、いたねー、そんなやつ。確かコロナで死亡したんだよね。他にもピーチ航空でマスクをしないで、結局飛行機を緊急着陸させた事件とかな。あの人未だにマスパセとか言ってマスク廃止をツイッターで訴えてるよね。ああいう出会いには警察なんかもどういう罰則で取り締まればいいのかって思ってしまうだろうし、そういう面では警察なんかは動きやすくなるかもな。あと、地味に最近病院から脱走者が出てきてそれも問題になってるんだぜ。え、今なんて、脱走者が出てて、あの、日本ですよね、ここ。脱走ってどういうこと？まあ簡単に言うと陽性になってそこから病院への隔離措置などを、保健所などに案内されるわけなんだが、それに対して拒否したり、それだけならまだ可愛い方なんだが、え、
まだ何かあるの？病院から脱走して温泉施設を利用したりして、大量の苦情が出たりしたケースもあるみたいなんだぜ。新手のテロか何かです。ぶっちゃけ、店からしたらしばらく営業を考えないといけないだろうし、やってることは普通に業務妨害なんだぜ。逆にこういうことって警察は動かないの？実派脱走などの悪質なものは法案が施行されたら、罰則を考えて調査していく方針みたいなんだぜ。あれ、でも国としては慎重に見極めていくんじゃないの？まあやたらめったにたくさん罰則を適用はしないだろうが、正直、最初の罰則適用っていう、いわゆる見せしめがないとみんな罰則のイメージがつかないからな。おそらく法律が施行されて、少ししたら見せしめが数件流れるんじゃないかと思うんだぜ。ところでマスクなんかの転売はどうなってるんですか？あれは一過性ものだからな。国としては規制だけだぞ。メルカリは転売ヤーは取り締まらないんだね。まあ、あくまでも自由経済で、需要があるところに供給を回してるだけっていうスタンスだな。ぐぬぬ。だけど最近メルカリもさすがに世間体が悪いと思ったのか、低価格との著しい差がある場合に、アラート機能が発動して運営が注意喚起することもあるらしい。え、そこは取り締まりじゃないの？そこは、まあ、ちゃんと私たちは止めてるんですよっていうポーズだから。ぐぬぬ。さて、今回コロナに対する罰則や規制なんかを話したわけなんだが、地味にワクチンの方にも触れていくんだぜ。あれぶっちゃけなんかよくわかんないんだけど、なんかもう結局コロナって永遠に終わらないんじゃないの？中国の武漢ウイルス大成功なんでしょ？トランプの影響力が弱まったところで WHO が今現在調査に乗り出て、武漢の生物兵器説はないって言っているけどな。ぐぬぬ。まあ、そのコロナだがもうすぐ終わるかもしれないんだぜ。え、マジ？こいつを見てくれ。おーおお、ついに来たの？そうだな。かねてより日本に輸入されることが決まっていた、新型コロナのワクチンだが、どうやら来週半ばあたりから接種開始が始まるようで、ファイザー社製のワクチンが今日到着したみたいなんだぜ。でも高いんでしょ？海外なんかだと経済の格差社会のせいでワクチンとか受けれないとかって聞いたんだけど。まあ、確かに海外は値段が高いが、それでも今回のワクチンはある程度値段控えめになってるんだぜ。あれ、意外だね。もっとむしるのかと。そら暴動大国アメリカなんかだと、あんましアコギな商売したら、武装したボートが火炎瓶と一緒に投げ込まれるからな。めっちゃ起きそう。ところで海外が安いのは分かったんだけど日本は、無料です。え、今なんて無料です。無料です。マジ？マジ。今回ワクチンの費用は国が全額負担するんだぜ。どうした？日本あんなに借金とか金ないって言ってたのに。ここは渋ってお金が原因でワクチン接種に踏み切れないとか起きたら、多分菅政権が終わるんだぜ。具体的には、予想だけどボコボコに叩かれまくって支持率が 20% 以下になり、それでもこんな状況で総理になろうなんて思わないから、国に対する評価がどんどん下がっていくと予想できるんだぜ。ただでさえ菅政権は今大変だもんね。でもさ、無料なんだったらもう全国民に接種させればいいじゃない？ふむ、確かにそう考える人も結構いるとは思うんだぜ。だけどちょっと待ってほしい。実はこのワクチン意外と危険性も多少なりともあるんだぜ。え、安全じゃないの？もちろん死ぬような激しい副作用が確認されるようなものではないが、接種することにより一部で重いアレルギー反応が出たり、接種部の腫れ、倦怠感、発熱などは、それなりに多い頻度で出るみたいだな。そんなに、もちろんこれら副作用はインフルエンザの予防接種なんかでもあるが、まだ日本人にそこまで試していない状態でこのワクチンを、全国民に打つってのはさすがにリスキーなんだぜ。そう言われたら確かに、実際医療従事者を中心に接種が始まっていくわけだが、少しずつしていかないと、ワクチンを打ったはいいが副作用で医療従事者が、たくさん休んだら本末転倒だからな。確かにそう考えると慎重に少しずつなのかな。実際、このワクチンには副作用なんかがあるし、いろんなフェイク情報が流れたりしているせいか、
ワクチン接種したいですか?というアンケートは、こんな感じなんだぜ。ええー、すぐに受けるって人は 30% なんだ。もしかして効かないのかな?効き目自体は日本で使われる予定のワクチンだと、ムアナという新技術を使ったワクチンが使われることになっていて、その効果は接種した場合としなかった場合を比較した時に、有効性が 95% とまあ、かなり効くんだぜ。え、じゃあなんで受けないの?やっぱりまだ情報が出てないから怖いし、様子見して大丈夫そうならって感じなんだろう。なかなかままならないもんだね。ちなみに海外ではリスクよりも、ワクチンによりメリットの方が大きいとして順次運用してるみたいなんだぜ。あ、そうなんだ。何はともあれ早くこれで落ち着いてくれるといいんだけどね。というわけで今回はこの辺なんだぜ。おーおー、ここまで見てくれた人ありがとうございます。このチャンネルではこんな感じでウイルスから女性蔑視の森さんなど、幅広い時事ネタを取り上げていきますので、もしよければ本当にしゃあねえなーぐらいの気持ちでいいので、高評価をポチって言ってくれたら、私がめっちゃ喜びます。あと本当はワクチン絡みで蛇の血清の作り方とかも触れたかったけど、長そうなんでやめたんだぜ。まあ、全く関係ないからねー。それと森さんのことに関しては言論については良くないと思うが、やはり、マスコミが少し煽りすぎなのも問題があると思ったし、今までの功績なんかを踏まえて判断するところもあるとか、結構いろんな意見があるので別動画にするんだぜ。なるべく早くお願いします。はい、それじゃあまたねー。